そのイーストの話になると生イーストっていうのは、まあ、輸送しやすいように塊になっていったんですが、工場で作られたものがお店に運ばれました。3日経つと 70% の発酵力になって、で今度1週間経つともう 50% 以下の発酵力になって、イーストが全部死んでいっちゃうんです。でその中でじゃあ何かないのっていう、そういうのがないのっていうんで、ドライイーストっていうのがあって、でもこれドライイーストっていうのは予備発酵が非常に重要になってきて、ちょっと40度ぐらいのお湯にして、でそれでドライイースト入れてかき混ぜて、予備発酵、要するに発酵ブクブク発酵させとく、っていう方法が必要なんですね。だからそのままドライイーストをポンって生地の中に入れてもドライイーストは一切動かないので、その手間が大変だよねっていうんで、インスタントドライイースト、要するにそのままインスタントなんで、そのまま予備発酵も取らずに生地にボンって入れちゃって楽になっていった。だからこれこそ本当に生イーストが完全に乾燥させた状態で、しかもインスタントなんで簡単に使えるから、インスタントドライイースト。セミドライイーストっていうのは、まあそのまま半生状態なんですね。セミドライなんで半生状態、完全に乾かしてないセミドライなんで、セミドライイーストとインスタントドライイーストの違いはそこなんですが、ただ完全に乾いてるか、まあ、半生状態なのか、そしてインスタントドライイーストは常温でもできるけれども、セミドライイーストは冷凍保存しなきゃいけない、冷蔵保存しなきゃいけないので、そういう使い方があります。でその中で、まあ、じゃあオーガニックイーストって何なのって、オーガニックイーストはもうそのままその、製造工程の中でそういうものを一切添加物を使ってないって言われて、でじゃあ添加物何ですかって言って、セミドライイーストにしても、インスタントドライイーストにしてもビタミン C が添加されているものがあるんですね。まあ、特にビタミン C が添加されていると、じゃあどんな影響があるのかというと、パンの安定性を求めるためにあえてビタミン C を入れることがよくあります。アセロラパウダーを使ったりしています。まあ、イーストの説明いくと、まだまだ非常に話が長くなってくるんです。かいつまんで話していくとこんな感じです。で、そのイーストの中で、例えばインスタントドライイースト、セミドライイーストの中で 赤色と金色があります。じゃあ赤色は何ですか、黄色は何ですかっていうと、赤色は基本的にリーンなパン、要するに油を使わないパンに、用います。ゴールド、要するに金色の、セミドライイースト、インスタントドライイーストは基本的にはその油脂が入ったもの、バターロールとかブリオッシュとか、要するにその油脂に強いイーストに開発されたんですね。だからまあその使い分けで発酵力が非常に変わってくるので、この使い分けは良くしています。まあ、ご家庭で作る分には別にそこまで切り分けなくても、ゴールド1本で金のインスタントドライイーストを、インスタントセミドライイーストで十分だとは思うんですけど、そんな感じでございます。